トリゾート島ベイサイドテーラスは、三重県島市阿護町浮方にある、近鉄グループのトホテルズリゾーツに加盟するホテルの一つ。株式会社、近鉄、トホテルズが運営。株式会社、近鉄、トホテルズが運営するリゾートホテル。島スペイン村など、近鉄グループの伊勢島開発に連動して建設されたものである。阿護湾を一望できる場所にある。 開業当初はプライムリゾート賢島という名称であったが、実際には賢島島島内ではなく対岸側の浴衣に建設されている。建物は白壁とオレンジガーラの外観を持ったスペイン風とし、客室は全般的に広めに作られており、メゾネット形式のビラをはじめツイン中心の客室構成となっている。また、愛犬と利用できる客室もある。 会員制であるが、ビジター利用も可能である。なお、2019年4月のブランド再編で、名称を、プライムリゾートかしこ島から、トリゾート島ベイサイドテラスに変更した。2021年3月25日に、近鉄グループホールディングスが発表した、ブラックストーングループへの売却対象ホテル8つの、うちの一つに含まれ、10月にブラックストーンが過半を、 出資する会社が所有者となる見通しである。運営は近鉄グループが継続し、施設名、従業員の雇用は維持される予定である。ありがとうございます。